い、皆さんこんにちは、キキヨンチャンネルです。今回は8月8日から行ったヨーロッパ旅行の第1弾として、ドイツを紹介したいと思います。はい、行ってきました。ドイツ2018年だから2年前なんですけど、はい、覚えてる、めちゃくちゃ覚えてますよ。初めてのヨーロッパ旅行だったので、もうウハウハで行きましたね。これが機内の様子で、着いたのはミュンヘン空港ですね。知り合いのおじさんに送ってもらって、そう、もともとおじさんがドイツで仕事で住んでて、それで、まあ、おいでおいでっていう感じで、まあ、行きました、ね。はい。で、これが、着いて間もなくの夜ご飯の写真ですね。めちゃくちゃ美味しそうに見えるじゃないですか。言うほどでした。そんな言っちゃダメなんでしょうけど。はい。なるほどね。なんか新鮮な感じする。これはミュンヘンの銀座って呼ばれている通りで、すっごいクレーンの店なんです。これはその日の夜ご飯で、そう、あのスイーツプレートみたいな特別なやつ頼んだら、もうこんな感じでいっぱい来て、すごかったですよ。もうアイスクリーム、ケーキ、なんかムース、クレームブリュレとかいっぱい入りました。これはそのおじさんの息子と行ったブルーベリー狩り、ブルーベリー狩りめっちゃ楽しかったです。そういうのもおすすめですね、結構。で、これがノイシュバンシャイン城の頃の風景の写真ですね。めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。めちゃくちゃ本当におすすめですね、ここ。で、これがノイシュバンシュタイン城を一望できる橋から撮った動画なんですけど、めちゃくちゃ高いので、ちょっと少し恐怖症の方にはあんまりおすすめできないんですけど、こんな感じですっごく綺麗な写真が撮れます。で、そう、ドイツはもう甘いものが本当に美味しくて、これはチョコバナナケーキと紅茶でしたね。で、これはアウトレット、ドイツのアウトレットに連れてってもらった時に食べたもので、これもピスタチオとチョコレートのジェラートでものすごく美味しかったです。これはちょっと映えるなと思って撮ったジュースの写真です。はい、ということで次はスペインの投稿になります。よかったら見てください。バイバーイ。